千早、や。ちローマ字、JS 千早、ASR-403 は、海上自衛隊の潜水艦救難艦。計画番号は、J141。艦名は、千早城に由来し、この名を受け継いだ、日本の艦艇としては四代目である。老朽化していた、伏見、46ASR の代替艦として、建造された。設計面では、 潜水艦救難母艦、チヨダ 56AS の拡大改良型とされており、潜水艦母艦機能を廃する一方で、医療設備を強化し入る。DSRV 運用のため、船体中央部にムーンプール、センターウェルを備えるという基本構成は 56AS と同様だが、船首楼は環境構造物付近まで延長され、 基準排水量にして1800トンを大型化している。これによって従来はバックロブに格納されていた装備も艦内に収容できるようになった。また遭難現場へ迅速に進出できる要高速巡航能力に意が払われており、増波抵抗低減のためバルバスバウが採用されている。ほか、センターウェルカブには鑑定閉鎖装置が設けられている。これは二分割した。 閉鎖板を油圧によって開閉する方式であり、スライド式や内開き式などの構造が検討されたが、救難という任務に求められる確実性から、外開きによるカノン開き方式が採用された。主機関としては、三井造船 12V42M、A ディーゼルエンジン2機を備えている。これは、千代田で主機関とされた直列8気筒機関と、 同系列だが、V 型12機筒とすることで出力を増強した、ものであった。推進機としては、可変ピッチプロペラ2軸のほか、艦首と艦尾にサイドスラスターを2機ずつ備えている。これらは、チヨダと同様にカニー保持装置、ダイナミックパッシャニングシステム、DPS を装備しており、洋上の一点に静止することが可能である。環境の直後には、半カパン上げて、救難式所。 リックが設けられている。上部構造物後方に深海級南定 DSRV の格納庫を設け、その後方の船体中央部のムーンプール、センターウェルから発進、収容するという基本的な構成は、チヨダと同様である。DSRV 上げ構想値も基本的に同構成であるが、チヨダでは油圧であったのに対し、本館では、 相当部分を電動に変更して、整備性を向上させている。チヨダとの最大の変更点は、DSRV の発進、収容方向の変更である。同館では、DSRV の停止方向を母艦と一致させるため、管尾側に向けて発進し、管尾側から侵入する方式としていたが、これでは母艦のプロペラ雑音や、気泡のためにソナーが影響され、 DSRV の位置把握や通信を妨げるという問題があった。このため、本艦の搭載艇、09DSRV では、艦備側に向けて発信し、艦首側から侵入する方式としており、艇首を母艦の艦備側に向けて収容されることになっている。09DSRV の使用目は 56AS の搭載艇、57DSRV と、ほぼ同様である。 排水量約40トン、全長12.4メートル、幅3.2メートルが、充電池補充などの支援位置が異なるなどのため、両艦の DSRV に互換性はない。そのため、DSRV はクックと異なり、母艦の搭載艇扱いである。DSRV の活動を支援するため、無人潜水装置、ローフも搭載した。これは、チヨナにはなかった装備で、 左舷チューブに搭載されており、空中重量3トン、速度3ノット、最大先行深度2000メートルで、水中作業のためマニピュレーター2機を備えている。チ代田と同様に、深海潜水装置、DDS も搭載した。これは、遭難潜水艦への DSRV メーティングの支援、などのために飽和潜水で潜水士を進出させることを想定したものであるが、また同時に、 遭難潜水艦が浸水して、乗員が高圧に暴露されていた場合、飽和潜水の技法を用いた減圧を行ったり、減圧症の治療を行うためでもある。大型の再圧チェンバーである、環状減圧室と、これと連結できる潜水球である、人員輸送カプセル一機によって構成されているが、千代ダでは DDC を左有限に独立させていたため、 大重量の DSRV40 トンや PTC13 トンを環状で左右に移動させてメーティングする必要があり、艦の同様の影響が大きかったのに対して、本艦の DDC 室は、船体中心線に対して、この字型配置することで、メーティング位置を船体中心線上としたことで、この問題を解決している。上記の通り、 本館の特徴の一つが、医療機能の充実であり、手術室や X 線撮影室が新設された。医療区画は DDC 室とのアクセスを考慮して、館中央部付近の第一甲板上、PTC 格納所候法に配置した。また本館は、救助した潜水艦乗員のために80名分の居住区を確保しているが、 ここは病室への転用が考慮されており、医療区画の金傍に配置されている。完備艦班はヘリコプター艦班とされており、メガヘルツマイナス 53E の運用に対応している。千早はやは、中期防衛力整備計画に基づく平成8年度、計画潜水艦救難艦船103号艦として、三井造船玉の事業所で1997年10月13日に寄港され、 1998年10月8日に浸水、2000年3月17日に収益し、第一潜水大軍に直轄艦として編入され、呉に配備された。2001年2月10日に発生した愛媛丸事故の遺体捜索の要請を愛媛県から受けた政府は防衛庁に対応を求め、災害発見をもって2001年8月から遺体捜索作業を行った。 2002年4月に実施された国際潜水艦救難訓練に参加。好天にもかかわらず全てのオペレーションを成功させた。ほか、DSRV は当初予定のソフトメイト、沈没潜水艦への通る機だけでなく、ハードメイト、ハッチを開ける、より実際的な救難訓練も成功している。なお、この時点で、輸送ヘリコプターメガヘルツマイナス53。 EC ドラゴンは着海訓練には成功していたが、レギュレーションが承認されていなかったために、代表取材陣や参加国海軍高官は一旦、期間分後に MHz-53 で移動し、分後と千早の間は SH-60J で移動した。2008年5月、上艦した爆発物処理隊潜水隊員が、 高和潜水による推進記録450メートルを記録し、フランスの534メートルに次ぐ世界2位の記録を樹立した。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣のため三陸沖に派遣される。6月26日から7月3日まで従事した。 2018年7月13日からは平成30年7月豪雨を受けて入浴支援を行った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。